どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S、 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは天聖アヌビスさんからのリクエストですね。渡辺俊介投手作っていきたいと思います。いきましょう。元、ロッテの選手ですよね。もうあのね、アンダースロー、もう練習できないでしょ。あんなね、低いとこから、なんだろう、投げる変化球なんてのはもう誰も再現できないですから。それは練習できないですよ。どうしようかな。変化球強化、いやー、天才で行くか。天才と、あとどうしようかな。天プロで行くか。とりあえず天プロで行ってみましょう。で、変化球がどういう、なんだろう、ものを得られるか。カーブとか欲しいですよね、やっぱり。さあ、あら、落ちる球、チェンジアップいいね。いいね、いいね。魔球チェンジアップ。いいじゃないですか。さあ、そして、涌井選手。落ちる球。おー、スタミナアップ。まあまあまあいいや。で、完投が結構多いので、スタミナは割とあってもいいよね。リリースま、あ、いいんじゃん、リリース。ナイス、ナイス。あ、やべ。ちょっと変化球下がんなよ。あ、よかった。球速はね、だいたいまあ、下がってていいんですよ。だから今回下がってほしいのは球速。それ以外は下がんないでほしい。ほー、シュート方向。なるほど。ほい。さあ、そして、これが何？やめてー！せめて取らせてよー。が、嫌ですよ、これ結構。取れないというね。脱三振のタイプじゃないでしょ、多分。まあいいや、でも、ないよりかはあった方が。あー、これやる気下がっちゃうよ、これ。やばいな、はてな。はい。いやー、マジか！悪いこと続くな、ゴール。どうなんでしょう、これは一体。ネクスト、ステージ3。さあ、まあ、宝箱が優先か、これは。まあ、ハテナいっちゃおう、ちょっと。よーし、大回復。よかった。はい、そして、もう嘘でしょ、こんな悪いこと続くもんかね、人間。はい。スタミナはよしだ。はい。そして、はい。宝箱。近いと、近くねえし。全然近くねえし。まあ、取っちゃおう。変化球下がんな。オッケー。はい。野球偉人伝。牽制丸、打球反応。なるほど、なるほど。そして帰ってくると。はい。ついでに選手にも合う。球速3アップ。球速はざっとこんな感じでいいから。しかし、青が踏めん！2、3と連続で踏めなかった。来たー、今度こそシュート方向。違うん、でもシュートじゃないんだよな。シュートだった。まあでもいいや、とりあえずは。あー、今間違えたかも。一歩、何歩か無駄にした、今。あ、様々に変化球！回復が増えたから結果オーライ。はい。球速超人伝。違う、変化球超人伝だ。狙うわ。とりあえず、コントロール上げて回復。下降りてスタミナと。いける！あ、いけると思ったのに！まあ、プロ入りあるから。いや、でも。くわっ！これで金縛り！やめて！やめて！最悪だ。幽霊！うい！逃げ玉、逃げ玉。あー、これは無理だ。あー、カレンさん位置が悪いよ。うわー、赤とこは怖い。変化球下がんな。よーし、オッケー。ギリセーフ、ゴール。全然伸びねえ。やばいやばい、どうしよう、これ。斜め変化球超欲しいんですけど。来たー！カーブ方向。あれ、絶対取る。絶対取る。意地でも取ってやるから、待っとけ、そこで。はい。コントロールアップ。はい。そして、はい。よしよしよし、いいよいいよ。はい。そして、おい。カーブ。増えた。スラーブ。まあいい。まあいい。まだ。まだマシ。で、カレンさんちょっと怖いので、シャッフル。うまくちょっと処理して。フロリなくしてっからな。それがちょっと怖いんだよな。はい。無事様々。回復。増えろ。な、あ、下行った。カレンさんを先処理したいから、これで処理しちゃって、まず。赤はちょっとしょうがないとして。はい。で、博士は多分確率低いからやらない。不調だとね、多分できないんですよ。確率的な話で。はい。よし、無事青。変化球。来たー。シャッフルはないか？もう。まあ、これ回復次第。8。ちょっと待ってくださいね。はい、これでどうだ？はい。よーし、回復。いっちゃっていいね。いけるね。かー、宝箱の位置悪すぎ。どうしよう。あ、もう行って、行けなくはないか。1、2、3、残り 24 ですよね。1、2、3、4、あ、行けるわ。とりあえず。少なくとも、結構、はい。行っちゃおう。オッケー、オッケー、オッケー、オッケー。はい、そして、ほい。
あーあーああ、スタミナよし。オッケーオッケーオッケー。スタミナいいよ。はい、帰ってくる、帰ってくる、帰ってくる。で、1、2、3、4、5、6、7、8。まあ、とりあえず、あ、スタミナは取って。あ、選手に会うべき方が良かったかな。休息はもういらないから、とりあえずこのハテナで何か。よし、回復。はい、そして、そして、うっと、危ない。じゃあ、これ、いい絵で。ほい。で、残り4。1、2、3、4だと終わっちゃうから、スタミナだけ取って、帰ってきて、ゴールと。ちょっと休息上げすぎたかな、144キロで。どうなんだろう。でも、割と、うん、完投してくれそうですけどね。もうちょっと伸びるか、変化球。っていう感じですね、ちょっと。まあ、とりあえず先発タイプで活かしてください。まあ、天才カードで。だ、天才カード使った割にはだな。やっぱり休息とかちょっと、だいぶ、考えたんで。考えたっていうかな、ちょっと、あえて取らないようにしたりとかってあったんで、伸ばせるんだったらもっと伸ばせたかな。まあ、でも一応これで完成とさせていきます。まあ、何より、リリース丸が良かったのかな。やっぱり、リリースポイントがですか。何より、渡辺俊介選手って言ったらね、リリースポイントですから。まあ、でもちょっと、まあ、一応、3センチだっけ地上、地面から3センチのリリースポイント。で、逃げ玉とか、結構、まあ、あと、まあ、牽制丸、打球反応丸、奪三振も、まあ、効果あるっちゃ効果ありますからね。それじゃあ一応じゃあこれで、あ、危ね、あ、アップロードしておきます。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。ということで、それじゃあね、次回へ行きたい、あ、一周回してみたいと思います。どれぐらい、勝てるかちょっと見てみましょう。おい、一年間回してみた結果です。ちょっと防御率が高かったな。4.239 勝10敗と、負け越してしまいました。惜しい。やっぱり、三振はどうなんだろう。奪三振が、登板25、先発登板ですね。関東1回だけか。まあ、スタミナ B じゃちょっと厳しいのかな。なるほど、なるほど。はい、奪三振は一応104個。3桁いきましたね。奪三振率は、1試合につき5回、5.86 回っていった感じですね。三振取れるの。そういうことだよね。奪三振率ってやつ。あ、そうだね。9回投げて奪三振を何個取れるかの目安とよく書いて、これ説明助かりますね、これ。うん。で、打者はやっぱ結構戦ったな、その分。基本塁打は12。なるほど、なるほど。チャンス、得点圏比率はちょっとまあ、あ、まあ普通ぐらいなのかな。ちょっと低いぐらい。まあまあ、こんなもん、みたいな感じでいいんですかね、そしたら。失点82、自責点75と。そして、じゃあ守備は、まあ、念のため確認しますけど、うん、打球反応丸だから、まあ、100% ですよね。よかったです。というわけで気に入っていただけた方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたら、チャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメント、お待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。